晩餐が出てもあまり食べず早く寝てしまった風は見せながらも、どうかして恋人に会おうと思うことで夢中になっていた若君は、皆が寝入った頃を見計らって姫君の居間との間のからかみを開けようとしたが、平勢は別に情などをかけることもなかった仕切りが、今夜はしかと閉ざされてあって、向こう側に人の音も聞こえない。若君は心細くなって、からかみに寄りかかっていると、姫君も目を覚ましていて、風の音が庭先の竹に止まってそよそよとなったり、空を狩りの通っていく声のほのかに聞こえたりすると、無邪気な人も身にしむ思いが胸にあるのか、雲井の狩りも我がことや、かっこ霧深き雲井の狩りも我がことや、晴れもせずもの悲しかる乱かっこ閉じる、と口ずさんでいた。その様子が少女らしく極めて可憐であった。若君の不安さは募って、ここを開けてください。小侍従はいませんか？と言った。あちらには何とも答えるものがない。小侍従は姫君の乳母の娘である。独り言を聞かれたのも恥ずかしくて、姫君は夜儀を顔にかぶってしまったのであったが、心では恋人を憐れんでいた。大人のように、目の戸が近いところで寝ていて、みじろぎも容易にできないのである。それきり、二人とも黙っていた。